しました。ありがとうございます。あ、かわいい、ワンドンかわいい、かわいいよね。コーバックがいいね、締め色で。そうなのよ、うん、かわいい、かわいい、失礼しました。次行きましょうか。はい、ありがとうございます。よし、では行きましょうか。うん、3点目に移りつつ、これは気になってる方もきっと多いんじゃないですか。かわいい、かわいい、本当になんか超いいシルエット。かわいいわ、かわいいわ。では、いきます。はい、シャリムがポケット付きチュニック丈に、ポケット付きチュニック丈ニットカーディガン、ひらがし6188、シール6188です、はい。こちらはフリーサイズになっておりまして、はい、もぴちゃんが今手に持ってくれております。ピンク。ピンク。はい、そして、パープル。パープル。そして、ブラック。ブラック。で、もぴちゃんが着てくれております、ブルー。はい。はい、そして私、みーちゃんが着ております、アイスベージュの5色展開になっております。はい。それでは行きます。じゃん。2990円。イェーイ。はい、アイコさんの、アイテムは送料無料だったんですけど、うん、こちらは18時発売で、8月26日金曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格でーす。では、おすすめポイントお願いします。はい、おすすめポイントご紹介させていただきます。もうなんていうの、このゆるっと感がすごい可愛いアイテムかなと思います。私の身長でもすっぽりお尻は隠れますし、みーちゃんの身長でもお尻すっぽり隠れるので、それこそチュニック丈なので、ショートパンツとか、あのこの後紹介します再販のショートパンツともめちゃめちゃ相性いいアイテムかなと思います。それあのもちろんショートパンツもいいですけど、デニムもこういうパンツもスカートも結構何でも合わせていただきやすいアイテムだと思います。だ、ね、この袖ですね、このポアン袖が可愛くて、で私の身長ちょっと若干袖はね長めなんですけど、これがこのねクシュット感が可愛いんですよ。可愛くないこれ、可愛い。でこのクシュッ、このタポンとかがすごい可愛い、あのちょっとなんか萌えが増えるアイテムかなと思います。で結構これはね、あのハイゲージでもローゲージでもなく、ミドルゲージのあのニットになってるので、そのなんか重さも全然なく、みーちゃんどう着てて、重さは重くないけど、まあ、あのなん普通のところに比べたら多少重さはあると思います、うんうん、けどまあアウター入ってる感覚かな、うん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 、そうなんかそんななんか肩が凝るとかはそこまでなく、あの着ていただきやすい、あのトップスやとトップスというかこのカーディガンやと思います。はい、でこのポケットもねフェイクじゃなくて、あの実際入れていただけますし、なんかボタンも全部同色のボタンがついてるんですけど、もちろん羽織でもあえてまたね止めていただいて着ていただいても可愛いので、これは秋に重宝するカーディガンかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。タポン袖可愛い、本当に可愛いよね、ほんまに可愛いよこれが。なんかねタポン太すぎてないのがいいのよ。そうボリュームがありすぎたらね、ちょっと若いなって思っちゃうから、これはちょうど良いので、アラサー付近の私たちも可愛く着れます。いやー、ほんと可愛いです着やすい、はい、のびちゃん、今のブルーカーデにパープルボーダー当ててみせてください。あ、OK です。え、でも可愛い、え、可愛い、え、好き好き好き、のびちゃん好きそう、え、私好き、え、めっちゃ可愛い、いいね、何やろ、なんか色違うのに、なんか系統似てるからかな、この多分トーンがあんまり違いすぎてないのかな、確かに可愛い、いいですね。さっきパープルね、さっきま兄ちゃんがあのパープルパープルもしてたんやけど、それも可愛かったし。可愛かった。うん。でもブルーも合いそうです。はい。そう。あ、重くない感じです。重くなくはないかも。うん。まあ、個人差はあるかな。うんうんうん。私はねそんな感じないです。そう、私は肩周りが広いので。あ、なんか重さ乗ってんかな。ちょっと待ってよ。どうだったか。重さ乗ってんな。うん。乗ってへんけど、あの冬アウターぐらいをイメージしといてください、うん、あのレタスの定番のカーディガンとかを想像してるとちょっと重く感じちゃうかも、うん、うん、だけど重っとはならへん、うんうん、あ、そのなんかシアー中に合わせるのも可愛いねってね、こんな感じタートルは可愛いです、じゃあそれでございますよ、うん、ショーパン黒に青カードも可愛いかなって、うん、間違いない、絶対可愛いです、間違いない、これに黒のショーパン合わせたら絶対可愛いから、うん、黒青は音の配色なのでやってください、うん、カード黒もあるんですかって、あります、黒もあります、じゃあ私、あ、じゃあ着てくれるかな、はい、そう、アイスベージュと黒はね、あのめちゃくちゃ使いやすいと思います、鉄板で一緒に借りるね、オピちゃんが着てくれます、
なので、これはサラバリ悩んじゃうやつですね。肩落ちてるから今年とも厳しいかなと思ったけど、みーちゃんにはありがとうございます。そう、肩落ちてタポン袖でなんですけど、なんかここが首詰まってる感が、丸首じゃないというかね、なんか浅い部位みたいな感じになってたりとか、あとはね、生地感がね結構しっかりしてます。あのボンホンホンのモヘアみたいな感じのニットではなくて、あの硬すぎないんですけど、柔らかいか硬いかの二択で聞かれると割と張りがある方のニットに分類されるんじゃないかな。こういうちょっと想像しやすいかな、こんな感じのニットなので、あの上半身が大きく見えすぎないと思います。私はもう本当にザ骨格ストレートの、152cm なので、結構着るお洋服によってはかなり記録してしまうんですけど、これは全然いけちゃいます。あ、みーちゃんこれだったら全色いける。確かに、ちょっと全色チャレンジしてみましょうか。確かに、みーちゃんでもいいけど。ね、みーちゃんが今黒を着てくれておるので、黒は絶対ね、可愛いの分かってもらえると思うので。あ、可愛い。パーコーベージュ、めっちゃ可愛い。あ、可愛い。これにね、今ブーツブラウン履いてるので、バッグブラウンのちょっとかなり秋っぽく仕上がりそうを、そしてピンクも着てみましょう。ピンク、あ、ピンクかわいい。おっちゃんこれさっきしてくれてたっけ、ピンク。ああ、でもブラウンかな、もっと濃いやつとか。すごい可
った時、どうちゃんあのなんかグレーとかブラックとかあのダークめのものを合わせてみてください。あ、かわいい。ちょっとこっちの方がなんか個人的にはしっくりきそうだった。サイドゴア、サイドゴア、うん、確かにおじちゃんっぽいかもしれない、うんうんうん、あ、そちらのカードは今日発売ですか。ピンク欲しいな。みーまるさん絶対好きやと思う。絶対好きやと思う。今日発売です。今日の18時発売です。発売です。私もね、8月末で切れるレタスのポイントの通知が来てて、今日おぉ1200円使えます。結構したかもしれない。それさんの買ったからさ、そっかそっかそっか、そうそう、それでついてて使うの分かんないからね。そうだから今日の新作なんか買おうかなと思ってます、うん、おみちゃん、オールブラックも着るなんて、あ、ありがとうございます。ベージュブルームにも似合うっていただいてるんですが、もういけそうかも。アイスベージュだったけど、うん、なんか割とどちらというとグルメさんの気もするけれど、うんうん、どっちもいける間の色っていう気しますけどね。確かになんかめっちゃ黄みがかってたら多分イエベさんなんかなって思うけど、うん、なんか結構アイスのちょっと落ち着いたカラーのベージュになってるので、うん、ブルベさんでも全然いけそうな気がします。はいはい、ですです。あ、スカウトさんもお願いしますといただいてるのでちょっと着替えてまいります。あ、ありがとうございます、はい、うん、え、みーちゃん1200円分めっちゃポイントあるねって。そう、赤ちゃんの方めっちゃポイントずらしてる。そうか、確かに確かに確かに、うん、なるほど。あ、ショーパンはタイツ履けば冬もいけますか。全然いけると思います、うん、私これ去年新作の時買ってましたが、うん、めちゃくちゃニットに合わせてもらいました。ぜひ冬も着てください。私もこれは黒購入します。このショーパンすごい履きやすい、ハイウエストやからスタイルアップにもなるしおすすめです。うん、あ、みーちゃん購入するなら何色にしますかっておすすめされた色買っちゃいます。ちょっと待って、ちょっと待って。アイスベージュかピンクで悩んでます今。あ、確かにみーちゃんどっちか着てる。でもみーちゃんピンク似合ってた。ほんま、じゃあピンクにしようかな。みーちゃんのおすすめはピンクかアイスベージュ、うん、です。はい、うんうん、ちょっと読んでますね。あ、ローファーも履いてみてください。OK です。あ、さっきね、あの1個前のコーデでローファー履いてたんですけど、サイズ感もお伝えするので、もしよかったらみーちゃんもあの冒頭に伝えてくれてるので、また IGTV も見返していただけたらと思います。うん。あ、ピンクに合わせるのはデニム何色がありますか？あー、まあ、インディゴとかブラック系はね、間違いないかなと思います。でも結構カジュアルが好きだったら、あの、あえてライトブルーとかでも。いいと思いますよ。でベージュのデニムとか、なんかそうツイル系のパンツとかも可愛いと思います。うん。うん。あ、同じコクストなのでみーちゃんもカーテン前閉めたところみたいです。あ、OK です。次閉めますね。ありがとうございます。うん。カーテンのおすすめカラーはね、私結構黒着て黒かブルーで悩んでます。じゃあ黒かブルーですごくあの頭を悩ましております。うん。あ、今のもっちゃんの声でロングブーツでも可愛いですね。可愛かったですよ。さっきちょっと一瞬履いてたんですけど、めちゃめちゃ可愛かったです。はい、カーパンを背負ってきました。ああ、間違いない。可愛い。可愛いな。ピンクかもな。ピンクにしよう。うん、可愛いわ。似合うわ。ピンクにします。ポイント使うのかな。あ、あそこで締めなかったね。ちょっと手を締めてきます。あ、ショーパン158センチだったら長さ膝上くらいに来るかな。そうですね、私155ぐらいなのでちょっと上がるぐらいかな、これぐらいかな。けどなんかこのショーパンはね、あの短すぎないのですごいあの皆さん履いていただきやすいと思う。あ、前締めても可愛い。うん、なんかちょっと中今詰まってるの着てるからあれやけど、締めてもこんな感じのちょっと深い V になるので、うん、コツストさんもそんな気にせず着ていただけるんじゃないでしょうか。はい、でもやっぱり開けてた方がスッキリはしますけどね。そうね、はい、です。で、私ニットカーで電飾切れたかな。そうね、パンクルも途中また合わせてたしね、うんうん、またあの他のアイテムの時とかもなんかまた合わせてみようかな。 OK、 じゃあショーパン行こうか、うん、そうです、私が着替えてきます。ありがとうございます。じゃあ私はこのまま行こうかなと思います。はい、あ、ね、みーちゃんわかるよ、その2色で悩んでるって。あ、一緒やね、どの船からも可愛いよね。あ、ショーパン以外のパープルコーデを見たいですっていただいてるので、じゃあ最後ちょっとおしゃべりコーナーで時間があったらあのやってみようかなと思います。少々お待ちください。うん。うん、たったったった。
ピンクね、すごく可愛いよね。めっちゃおすすめです。なんかすごい着ていただきやすいピンクかなと思います。ちょっとくすみ系というか結構落ち着いたトーンなので、すごい挑戦しやすいと思います。うん、秋冬こそぜひカラーものをおすすめです。あれ、新色がこっちだっけ。新色が、あ、こっち、こっちか。うん、あ、ショーパンクロー買ったので紹介待ってました。ありがとうございます。うんうん、あ、おきちゃんアイスベージュ着て OK でした。ちょっとこの辺から羽織ろうかな。ちょっと私今なんかキャミなのでちょっと一瞬脱ぎますね。少々お待ちを。あ、まだ見たいけど娘のお迎え行ってきます。行ってらっしゃいませ。うん、黒以外で大人っぽく着るなら何色推しですか。黒以外で大人っぽく着るならパープルとかもおすすめです。結構パープルもね、結構落ち着いたカラーなので大人っぽくは本当着ていただけると思います。まあどれも着やすいとは思うんですけどね。黒以外だったらパープルかな。よいしょ。あ、アイスベージュ可愛いな。聞いたことない声が出てきてしまったが、アイスベージュ、アイスベージュ可愛いね。可愛い。ちょっと待って、やかん選択肢が増えてしまった。そうだね、うん、これを一択と思ってたけど、これは悩むわ。来たらめっちゃ怖いくて、うん、やばい。私も選択肢が増えてしまった。アイスベージュも可愛いです。どうしよう。黒にしようかと思ってたけど、ちょっとアイスベージュにしようかな。今何点目ですか。今ね、3点目が終わったところで次4点目のショートパンツのご紹介に行こうと思います。はい、じゃあアイスベージュの方がいいんじゃない？ほんまですか？じゃあアイスベージュにしようかな。あ、そうですね。ドットとかアニマル柄のスカートにも合うねって全然合います。すごいチェックでも合うと思いますし、ポコポコ系とかでも可愛いと思います。うん。これも買った色味。ああ、ほんまや、可愛い。ね。いいですね。ショーパンを紹介していこうと思います。はい、紹介していきます。気になるという方多かったですよね。そう、ほんまにね、即完売やったんですよね。よし、では、いきます。はい、再販アイテムなんですが、新色が追加になったので紹介していこうと思います。商品名がハイウエストショートパンツ、品番が M3497 です。既存のカラーがですね、ポピちゃんが今手に持ってくれてありますモカ。モカ。はい、そしてブラックは去年からあるカラーなんですけれども、はい、私が今履いておりますグレージュが追加になりました。かわいい。使いやすい。はい、の合計3色展開になっております。お値段いきます。じゃじゃん、2380円。イエーイ。はい、でこちらも再販なのでもうご購入いただけます。8月26日金曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格です。ではみちゃん、おすすめポイントをお願いします。はい、おすすめポイントをご紹介します。これはね、すごい子供っぽくならず、すごい履いていただきやすいショートパンツだと思います。まあ、なんでかというと、まあ、素材かな。一番はちょっとなんかスーツっぽい素材になってるので、これはまあもちろん秋冬はもちろんなんですけど、春先とか、まあ、全然夏も使っていただけるかなと思うので、オールシーズン使いやすい素材感にはなってると思います。はい、結構スーツ系なので、もちろんブラウスも可愛いですし、ニットとか何でも合わせやすさも兼ね備えてるアイテムだと思います。あとね、ハイウエストなんですよこれ。ちょっと私黒に黒だから分かんないかもだけど、ありがとう。結構ハイウエスト、しっかりハイウエストなのでスタイルアップもつながるので、もちろんインスタイルもすごいバランスよく着ていただけるのと、あとこれ特にまあ、バックゴムにはなってるので、ウエストもね、そんな苦しさもなく着ていただきやすいんですけど、前はすごいスッキリしてるので、すごいそれこそもうインスタイルがめちゃめちゃ綺麗に見えるパンツになってます。あとさっきちょっとお伝えしたんですけど、丈感もね、絶妙なラインを攻めてるかなと思います。そうなんだよ。そう、ね、なんか短すぎるとちょっとなんかギャルみたいになっちゃったりするんですけど、これはね、私たちの身長で膝上ぐらいなので、ちょっとハーフパンツっぽい、そう、うん、丈感になってるので、これも、まあ、もちろんでもこういうサイドゴアも相性いいですし、スニーカーも相性いいし、ロングブーツも相性いいし、足元は全然悩まず履いていただきやすいと思うんですけど、もしまだ挑戦されてない方も挑戦しやすい1枚になっているので、もちろん新色も可愛いですし、はい、ぜひこの機会に挑戦していただきたいなと思います。はい、はい、そうなんです。丈がね、前太ももの前張り、私骨格ストレート的にすごい気になるんですけど、これをね、ちょうど隠してくれるんです。で、
低身長的な問題で言うと、うんうん、ハーフパンツを履くとね、やっぱりね、幼く見えるというか、うんうん、なんかちょっと学生感が出ちゃうんですけど、うんうん、これはね、どっちにも当たらない絶妙な丈してます、うん、ちょっとあのブラウス脱いでくださいって言ってくださったんで、ちょっとすいません、うん、なんかすごい真夏の子なんですけどこんな感じになります、うん、はい、全然ブラウスで隠さなくてもすっきり履くようしていただけるかなと思います、うん、思います、はいはい、です。まあ高身長さんだったら短いかなっていただいてるんですが、そんなことないと思うけど、うん、多分商品ページのねモデルさんが173cmのねあの商品ページでモデルさんも履いてるんですけど、全然ね短すぎるってことはないかなと思います。形が本当ハイウエストで、なんかピタッてしてるサイズがちょっと広がってるんですよね。だから、うん、そうなんです。そう、身長も関係なく、そのめっちゃ短すぎるってことはなく履いていただけると思います。うんうん、私も買い足そうかなと思ってる、うんうん、もうねもうほぼ1年来たので、もう新色も欲しいし、うん、ほんまに使えるんです。もうめちゃくちゃ履いてたんで、あみちゃんにやわ新色柔らかいから欲しいです、よかったです。新色めっちゃ使いやすいと思いますよ。でも透けてもないし、うん、なんかねザ・秋カラーかって言われるとそうではないんですけど、多分これからそれこそねこういう緑の深い緑のタップとかこういうタップ、これが分かりやすいかな、こういうちょっと色が秋色っぽいトップス皆さんに向かう買っていくかなと思うんですけど、そういう秋色のものと相性がめちゃくちゃいいかなって思います。例えばですけど、こういうレタスのブラウンの、今ちょっとアウターやけどブラウンのトップスとかもね多分ね買われると思うんですよ、この 1,2 ヶ月でいっぱい。そういうよいしょやつともいける、こんな感じ。あ、かわいい、あ、かわいい、めっちゃかわいい、え、めっちゃいいよそのコーデめちゃめちゃかわいい。このジャケットがね私大きいんですけど、うん、なんかショーパンでバランスが取れてめっちゃかわいい、うん、かわいい